はい、今日はフィンガーロールポアに挑戦しましょう。まず一つ目、簡単な方はですね、これバースプーンの動画でも同じことをやったんですが、バースプーンがないのですか。これフルーツとかね、あのミントの葉っぱとかこう潰すマッシャー、これも同じような動きができるんですけど、あのバースプーンでこういう動きをやったんですね。これあのペン回しが得意な人はすぐできますよってやつですね。この中指と薬指で挟んだところからスタートして一周手前に回しますよっていう、これを、まあ、ボトルのネックを持ってここからくるんと、はい、回すことができます。でそれを、まあ、液体が入ってる、これね結構指の力を使うので、あのボトルに入ってるね液体が半分以下ぐらいの時の方がやりやすいですね。もちろん少なければ少ないほどやりやすいんですけど、結構パンパンに入ってると指も痛いし、こうやって今出るんですよね液体が。はい、なのでそこら辺はね、あの練習して、まあこれぐらいだったら液体飛ばないなみたいなの分かった上で、まあ、コツは半分より下なんですけど、まあ、練習してもらえたらなと思います。はい、中指と薬指の間にボトルを挟んで、そのまま一周します。でここまでできたら、あとは親指を普通に握りにいって人差し指を抜くんですね。で、ちゃんと握った上でフォアをする。なのでゆっくりやると、回しました、握りました、抜きました、握り返して終わる。普通のスピードでやるとこうなります。コツはですね、最初のスタンバイするときに、あんまり上の方を持たないってことですね。これあのちょっと練習すると分かると思うんですけど、このまんまこう回して握り直そうとすると結構その余裕がないんですよね。あの上の方にもうちょっとボトル欲しいなってなっちゃうんですよ。なのでなんかこう注ぐときにいびつな感じになっちゃうので、ネックの根元からスタートして回してもらってキャッチした方が、一応この上にねゆとりがあるので注ぎやすいのかなと思います。でもう一段階綺麗に見せたいなと思うと、ボトルが回転してここに注ぎ切るまでの軌道も、流れですね、流れを、ちょっと気をつけた方がいいのかなって思います。というのは、例えば自分の目の前でってやるよりも、ちょっと横の方から入れた方がなんとなく綺麗に見えませんか。もちろんこれもこれもやれてはいるんですよね。これを同じことをやってるんだけど、まあ、かっこよく見せたいなとか、こなれてる感出したいなって思うと、もうちょっと違う角度から入れた方がいいんじゃないかなと思います。例えば横から入れてあげるとか、本当にこだわる人はじゃあここからこうやって入れた方がいいのか、この辺から持ってきた方がいいのかとか、ちょっと手前からやってみようみたいなとか、できればいいやっていう感覚で、これから物事を習得していっちゃうと、ちょっともったいないなって、せっかくできてるのに見栄えが悪いなというか。なので僕がなるべくレクチャーする動画っていうのは、できることはまあ当たり前として、なるべくちょっとこう綺麗にね、こじゃれた感じに見せられるような見せ方っていうのも同時に教えていけたらなと思っております。僕は結構このね、下にこの、お酒のボトルが並んでるレールがあるんですけど、まあスピードレールって言うんですけど、そのスピードレールからこう出してすぐにバッて入れたりする仕草かっこいいなと思います。もちろんあえてこういうバートップとかに置いてあるボトルをこうやってやるのも全然かっこいいなと思いますし、ただこれね、結構危ないのはこう指がね、こうすっぽ抜けて、ガシャンっていっちゃわないように。はい、そして2つ目のフィンガーロールポアです。この場合はですね、人差し指と中指こういうふうに持ちます。これももちろんネックのなるべく根元の方ですね、持って、これをこのまんま回転させてキャッチするだけです。最初にこの挟まってる状態からくるっと回してあげるだけです。あとは自分でもう一回転ボトルを回してドンって出るので、ゆっくりやるとよいしょ、普通のスピードでやるとこういうことですね。
握り方は本当自由なので、例えばこう回した後に僕は結構握り直しながら指をねこう立てるんですよね。立ててドンって入れたりする時もあります。でこれも例えばこうやって体の正面でこうやって入れる方がいいのか、それとも横に自分が横に向いた状態でこうやって奥からね、奥からこうやってドンってやるのか、この辺にあるボトルをこうやって取って入れるのか、それはもう自由です。まあ自分がなんかこの角度好きだなとか思う場所で練習してもらえれば全然問題ないです。なんかちょっと正面はなんか違うかなって気がしますけど、でこれもあの発想の転換なんですけど、今こうやってこうやって教えたものが、例えばここまでは一緒なんだけど、その後にじゃあこうやって注いでみようとか、それを組み合わせるとこういう風な注ぎ方になるんですよね。なのでまあ別にこれが正解ってわけじゃなくて、あの皆さんがなんかこうおしゃれだなと思うこういったものがあれば別にあのアレンジしてもらっても全然 OK です。ただやるのであればやっぱりその見せ方、あの綺麗だなおしゃれだなって思ってもらえるような手さばきみたいなものはまあ常に意識しておいてもらえればなと思います。はい、それでは今日はここまでにしたいと思います。よかったら練習してみてください。それではまた次回お会いしましょう。See you!